はいどうも皆さんこんにちは、ウケンです。今回ちょっと画面暗いんですけどね、今回はね、ヒーローズのね、一番簡単かなって自分が思うね、レベル上げ紹介したいと思います。2、3日前からね、話題になってたんですけど、まあ一番効率、それをね、実践して、さらにね、効率よくいけたのがこれかなと思うんで。テリー連れてって、アストロンっていうかね、カチコチにしといて、その間にね、まあ他のメンバーが行くと、まあこの辺はね手順は基本変わんないですけど、まあハメのやり方、まあ一番右上にねマップがあると思うんですけど、そこで赤いつぶつぶがあると思うんですけど、そのね端っこ、ちょうどねこう中心じゃなくて端っこに大量に来るように持ってくると。で、私のねこの場所が一番おすすめ、ちょっと今ガチャ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 うるさいんですけど、今右上見るとね赤いのがブツブツって溜まってると思うんですけど、まあこれをね端っこでバグの処理っていうか、ね、このね、ピュンピュンピュンってメンバーを変えるやつ、こうすることで移動したっていう扱いになるみたいで、その移動した時にね、モンスターが現れると。まあ、習性があるかもしれないですけどね。まあ、こんな感じで、まず、とりあえずね、この最初の神殿みたいなところにみんなを集めると。まずね、バーっと集めると。で、これは今回出なかったか。メダルが出ればね、なかなかいいんですけど、まあ、まあ、こんな感じでね、あとはね、この神殿はね、入ってこれないんですよ、モンスターがね。なんでね、まあ基本入ってこれても、あいつだけ、さっきのね、キラーパンサーだけなんで、ややこしいのがピサラナイトね、こいつはね、この中に入ってこれないっていうかね、死んで内部までは来れないんで、こっからハメでやり、魔法でね、やりまくると。こっからね、遠距離で狙っていくと。そうするとね、まあかなり簡単にレベル上がります。しかもノーリスクで。結構ね、やられちゃったんで、どうしたらやられないかなと思ったんですけど、まあ、ここを入ってこれないみたいなんで、これがね、これやるとね、1時間ぐらいで、ほとんどの全、職業、まあ、40から50ぐらいは軽くいきますね。まあ、そんな感じでね、その後にパッシブをまず上げれば、基本的に強くなると思うんで、まあ、その辺をね、目指してやって、もらえればなと。あとは、こう、空き瓶返しじゃないですけど、まあ、倒したやつをね、拾っていったりとか。やる感じですね。はい、じゃあこんな感じで、あとね、ゲージも溜まるんですよ。で、ちょっと奥の方行くとね、ちょっと死ぬ可能性があるんで、まあ遠くでね、1、2発ぶつけたら、ここで必殺がそろそろ来るんで、必殺待ってね、まあレベルアップね、しましたね。まあ、こんな感じでね、まああとはガマの油とかね、ブラックパールとかいっぱいゲットしたんですけどね。まあ危なくなったらこの辺からね、狙っていくと。まあ基本マヒャドとか、あとはこんな感じでね、ジバルンバとかね、遠くから狙えるのが一番いいんですよね。はい、じゃあ必殺来ましたね。じゃあ必殺が来たらちょっと遠出しても大丈夫なんで。まあこれでね、レベルが1から2ぐらいは、上がると思うんで、これ効率よく回せばね。で、敵のど真ん中でマダンテをぶっ壊すると。はい、じゃあまあこんな感じですね。まあここが一番ね、場所的には良かったかな。まあラオがいいよって言われてたんですけど、まあ場所的にはね、こう、あいつらがね、ピサラナイトがこっちを攻撃 しないんで、まあ1時間ぐらいしてね、やっぱここが一番いいかなと思ってね。今のところね、レベル、60、70ぐらいまでは、70までないかな。レベル60ぐらいまではここがベストかなと思いますね。ベストっていうかまあすげえ楽ですね。うん、これで周回すればいいだけなんで、まあ、あんまり頭使わずにね、やれると。まあ、頭使いたい人っていうかね、常にこう動きたい人はね、魔法の迷宮じゃないですけど、あっちのマルチの方をね、レベル65以上のマップを回るとね、結構面白いと思うんですけど。僕ちょっとまだ100時間も行ってないんで、プレイ時間がね。80時間ちょっとだったと思うんで、まあまあ、まだなんですけどね。300時間とか超えてる人とかいますからね。なかなかちょっとね、やる時間ないんですけど。まあこんな感じでね、まあ、ノーリスクですね。ほぼノーリスク。神殿っていうかね、あそこの中入っとけば大丈夫なんで。で、手前のやつと奥のやつと攻撃していくと。で、戻ったらまたルーラでね。まあこれクリア後の、レベル上げなんですけどね。まあこれができるということですね。レベル40から60ぐらいまでは、このレベル上げをね、このレベルがね、おすすめです。はい、じゃあ失礼します。またまた。